そうそう、シンプルにさ物知りをやってなかったなって思って、あのプチバリアンさん、ダブル X の、いやバツバツか、復活してくれないかなって思ったんだけどな、復活しなさそうかな。ちょっとまあ出てきたらやるぐらいな感じでいきましょうか。でね、あとね、メモ見てなかったなって思って、電源の入れ方、あーこれ歯車のやつかナチュラルに当ててしまいましたからね。これ左右真ん中、今月の番号は014029、美味しいお肉と覚えよう、多分これがパスワードかな。よし、ということで、とりあえず、パスワード入れちゃいますか。さあ014029、おーし、いきましょう。お、これはもしや、なんだお前は。さては、地下4階に行くためのエレベーターキーを取りに来たな。もしそうなら俺様と勝負して勝つことだ。もちろんお前が負けたら命の保証はしかねるがな。さあどうする、やりましょう。もう逃げられんぞ。お、クイズかな。第66回、この部屋に隠されてるもの、これはたまにラッキーあるモンキー、セキュリティキー、エレベーターキー。手振ってるのこたろさん、可愛かったな。花花村でのこ太郎の帰りを待ってる彼女の名前は、お、これはぜひともうのこ太郎さんに答えていただきましょうよ。のこりんさんですねめっちゃ考えてるやんのこ太郎さん。クリボ、バブル、メット、テレサ、全部合わせて足の数はいくつ。では2本6本で、よーし、ズバリダイヤモンドスターはどこにあった。ダイヤモンドはゴンババさんだったよね確か。よーし、第5問、ウーロン街の闘技場の初代チャンピオンの名前は、プリンスマッシュさん。お、タメが入りましたね。
そう、エレベーターキーの赤。これで行けなかった方のエレベーターがおそらく行けるようになったはず。で、こっちかな。さあ、また順番に行きましょうか。鹿さん回。とりあえず左から。結構素早かったな今。お、3種類いる。とりあえず、はい、次々で貫くか。一応通常でも多分いけたかな。おーし、ありがとうございます。すご、コイン800枚いきそう。逆に利用してきたよね、このピンチの状態を。ストップウォッチはいっかな。お、そういうパターンね。に取らなかった。取らずに済んじゃった。あ、戻るんだ。はい、お、戻る。危ねえ。やったー、あの子太郎さんが。ダメージ受けてた。さあ、スペードのマークかな。これで3つ目ですかね。まあ、ゆっくり取ればいいか。さあ、スイートルチュルル。もう大丈夫かな。豪華に服するんだったら実質、全回復できるのか。考えてみれば。まあ、ありといえばありだな、そう考えると。はい、次々でよかった感があるな。あ、でも5ダメージ入る。どうしよう。クリシーヌさんの好きでいける。よし、大丈夫か。で、バツバツさんじゃないからね。赤い生き方でしたよね、バリアンさんの。ちょっとプチの方の物知りやりたいよね、出会えば。ストップウォッチと変えちゃいますか。お、え、待って待って待って、3種類ですよね今。クローバーがないのか。どっかにあったかこれ。
って考えるとまだシンプルに地下4階行ってないんで、地下4階にあるか。なんかないか、なんかないか。ここってピースさんがいた部屋だよね。お、まさかの入浴中でした。おー、ありがとうございます。あ、これで揃ったね。よし、ありがとうございます。入れるわけではないか、さすがに。で、こっちはいけない。こっちがテックさんのいるところになるのか。ってなると。さあ、では進んでいこう。さあどうでしょうか。オーケー。回り込む。よし。うわー、4体いる。次々でいいか。よし。で、のこ太郎さんの守備便で大丈夫でしょう。これとりあえず進めはするね。ちなみにさ、投げ入れ OK。 あ、大丈夫そう。これで動くのか。で、入る。これで良い。よっ、違うの。あー、そういうことか。ビビアンさんで下に入っちゃうのか。 OK。で、待てよ。これ普通にこっちでいけるか。あ、ウルドラキノコあるね。取れれば取りたいけど、なんかそんな無理していくような場所でもない気する。お、危な耐えた。 OK。 まあ取れそうなんで取っちゃいましょう。え、ウルトラキノコ3つ目だよね、すご。まあ T 飲んじゃうか。
移動速度えぐいなっていうか、ここは一回待とう。ここはいけるね。入ってみる。お、セーブブロックがある。あ、なんかあるな、あそこに。これは？お、階段出てきた。え、これシンプルに進めそうな感じ？あー、欲しいのか、あのカードが。これで取りに行ける。星マーク。HP 回復引かないことを祈りつつやってるからね。ピンチを極力維持していきたい。まあどちらにしてもレベル上がるか、もうちょいね。やり直す気か、戻ってくるよみたいな。で、そことつながってんのね。で、やり直しようってことだよね。 OKOK、 とりあえず一通りはいけたか、これで。ほとんど大体は。まあ焦んない焦んない。はい、 OK。 で、そこ乗ったから、今度ちょっと右行ってみようか。多分進む分にはさっきのルートでいいような気はしてるんだけど、多分アイテムが取れるってことなんかな。なんかありますよね。あ、ウルトラキノコなんだ。え、めっちゃ手に入る、マジで。え、4個目？で、そことつながるのね。OK です。これもこうでいいよね。よーし。では行きましょうか。待っておったぞ。っていうか、待ちくたびれたぞ。ペケだ。待っておったって、一体どういうこと？
このおっさんそうね、お前をここにおびき寄せ、お前のスタンソンをまとめていただく作戦なんだ。それにお探しの P チームはもうここにはおらんわ。一体どこに連れてったの。アホー、お前らに教えんのは。さあさあ、ショータイムの始まりだ。ここでお前らをバッテンダーマーク2でバッキバキにやっつけてやるわい。お、2って書いてある。マジか、ボス戦か。ピンチ状態のまださすがにボス戦だったら回復しなかったかも。しかも謎に1回復しちゃってる。さあ、ということで、まあ関東行ってそんないじんなくていいかな。とりあえず物知りやりましょう。バッテンダーマークス。バッテンダーマークス、バッテンダーロボをさらに改造したマシンを。76に70あるんだ。基本の攻撃は上へ飛んだ後突っ込んでくるドリルアタックね。それに腕を切り離してバッテンパンチ攻撃をしてくろうともあるわよ。腕の最大 HP は5で、攻撃力は9、武器は0、すご、590。腕を切り離した状態だと、腕と本体の両方から攻撃が来てしまうから、HP が少ない腕の方は、さっさと倒してしまいたいわね。他にも HP が少なくなると、マシンガン攻撃をしてくるみたいよ。デザインが見ようなら相変わらずだけど。さあ、マッスルいきますか。マッスルミュージカルやっていこう。お時間です。あ、マジか。43か。まあでもいいかな。お、ドリルアタック。どう来る？うわ、そうか。これは逆に利用するべきか？はい、14 14。普通にやばいな。14、そんならね、守る。 OK。 ちょっとピンチ維持するか。で、次で一掃できるかなと思うので、行きましょうか。はいはいはい、強い。で、クリッシンさんにして応援キス。で、行動回数1回増やす。ガツン行きましょう。はい、なかなかすごない。半分いったよね、もう。おお、入るか。
このターンはしのげたね。オッケーオッケー。おっ、もうできた。で、状態戻っちゃったんで、もう一回やります。3、4か。で、のこたろうさんで守り、オッケーオッケー。結構たまるね、スターパーも。そこでワンターン使ってくれるから全然いいよね。で、次次、よし、で、応援キッス。で、ガスン。はい。いいダメージ、ぐるぐるになった。これはもらったか。マシンガン系なら耐えるから問題ないよね。オッケーオッケー。これはもらいましたね。よし、行きましょう。よーし、ありがとうございます。さあ、レベルも上がりましたよ。コイン900枚。アビビで51。星のね、なんかああいうね場面って、何かしらのね、ドラゴンボールを彷彿させるよな。マリオ、なんかめっちゃ綺麗だね。さあ、ということでスターソンゲットしました。スターパワーが8になった。さらにマリオスペシャルザズバッとスターを覚えた。これ確か連打系だっけ、めちゃ強いみたいな。さあ、ということでステージクリアです。ありがとうございます。最後のスターソンのありかは、遥かなる月にあるメガバッテのアジトでした。しかし、マリオがスターソンにたどり着いた時、すでにピーチ姫は再び連れ去られた後、果たしてピーチ姫はどこに消えたんでしょうか。姿を見せなかったバッツガルフ、おそらく彼が全ての鍵を握ってるはずです。そしてついにマリオの手に集まった7つのスターソン、果たしてスターソンは物語をどこへ導くんでしょうか。お、クッパさんだね。ハリーヒルズか。さあ、着いたぞ。スターソンがあるというピカリーシーンはどこだ。乗り込むぞ。お、移動できる。こんにちは。
めっちゃ平常心なの面白いな。コブラでも欲しいやろうですか。おじさん大きいね。名前なんて言うの。ナイマオだというサラリーマンだという嘘の名前を言う。いっちゃった。ハイヤーカーティーでいかない。乗れー。お、開いた。ハイヤー壊れた。お、これだな。おー、ちゃんとちゃんとあるんだ演出が。ついに和平がさあそう手に入れたぞ。お、ポアンさんが。よよ、ズバリ君たちは泥棒だね。そうだろう。我が輩の目に狂いはない。何を言う。我が輩は第二魔王だという怪盗だという嘘の名前を言う。大魔王クッパ様だ。スタンスの我が輩がいただいていくぞ。大魔王クッパ。うむ、そうか、そうだと思っていたよ。まあ刻め。実はそのスタンスの真っ赤な偽物なんだよ。大層に飾っていたらじゃないか。お前本物どこじゃ。本物ならルイージ君に渡してしまってよ。まさかルイージに先ほどされるとは。兄弟揃ってなんと憎たらしいんだ。これはちゃんと床に乗ってんだよね。ポンさんの頭の上に乗ってるわけじゃないよね。すごい絶妙な位置にいるから、どっちなんだろう。千年の扉の近くで PE チームらしき女性を目撃したとのことです。お、いよいよ会うかな、クッパさんの人。ルイージ君、こんなに負けず頑張りだまえ。とうとう7つのスタンスの缶が揃ったね。これで千年の扉を開けることができるわ。でも一体 P チームはどこに連れて行かれたのかしら。とにかくゴロスキダウンに戻りましょう。フランクリー先生にもスターストーンとピーチメンのことを知らなくちゃ。おいえ。とりあえずね、気になってんのが地下4階にあるね、まあ、テックさんがいる場所だよね。行けるようになってんのかな。お、行けそう。ここは？
あなたがマリオですね。はじめまして。私はこの機種のメインコンピュータ、テックです。あなたに伝えたいことがあってここまで来てもらったんです。ピーチ姫、動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また Twitter、Instagram などもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして他のシリーズもおすすめなので、画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。